ムハムヘブン。漏れるハム、頼むから早く出てほしいハム。なんだ、ケータハムだったのか。カズキハム。今は理事長ハム。理事長ハム。ほら、このネクタイを締めているときは理事長ハム。そうだったハムか。これまでバレないようにするためにこうして人目を忍んで着替えていたハム。なるほどハム。ようやく今日から理事長として顔出し OK ハム。いろいろ大変だったハムね。大人の事情ってやつハム。そういえば、なんか急いでなかったハムか。え、ああ忘れてたハム。ケータの前に現れた保健医の松岡仁。ケータに迫る魔の手に俺が大活躍。次週、学園ヘブン第12話、風に折れない花。一緒に見ようね、約束ハム。はあ、危ないとこだったハム。お